していきたいと思います。なんか動画で購入品紹介の時にちょこちょこで買った雑誌とか紹介してたんですけど、なんかまとめて一気に紹介したことなかったなと思ったので、はい、早速紹介していきます。で、一応なんて言うんでしょう、種類ごとに分けたつもりではいるんですけど、ちょっとね、なんかぐちゃぐちゃな部分もあるかもしれませんが、最後まで見ていただけるとありがたいです。で、私たちはあんまり定期的に雑誌を買うタイプじゃなくて、約ね、4年ぐらいアイドルを好きになって立ってるんですけど、4年好きな割にはあんまりそういう雑誌系はないんですけれども、まあ、結構量私たち的にはあって、持ってくるのとかね、すごい大変だったんですけど、はい、見ていただければなと思います。はい、では先に本系を紹介します。まあ、これちょっとあんま雑誌類に入るのかわかんないんですけど、一応乃木坂が表紙にいるので紹介します。はい、ダンということで乃木坂文庫ですね。こうちょっと第1弾第2弾ってあったと思うんですけど、これ第2弾、これ第1弾ですね。第1弾、あ、切れちゃうな、どうしよう。ちょっとなーちゃんだけ下の段に置きますね。はい、こんな感じですね。ここが第1弾のあやね、かわご、みりや、まなつ、らんぜ、なーちゃん。第2弾のあやね、らんぜ、まなつになります。はい、これこうなんかこう見るとめちゃめちゃ可愛いですね。乃木坂文庫はこんな感じですね。これ読んだかと言われると読んでないんですけど、妹は読んでるかもしれないんですけど、私は読んでないですね。本当に本読まなくて。はい、では続いても書籍系ですね。はい、まず最近紹介したばっかりの日向坂46ストーリー。で、続いて、はい、トラペジウムですね。これもね、カズミンのやつなんですけど、多分ここまでしか読んでないですね。読みたい気持ちはあるんですけど、ちょっと本当に本苦手で、そうなの、ちょっとバカがバレるんですけど、本当に漢字が読めなくて、はい、ちょっと漢字も読めないし、お話の内容を理解するのも本当に苦手で、はい、ちょっとこれ以上言うとバカっぽいのでやめときます。はい、で、それで生駒ちゃんの、多分これ卒業間近に発売されたタツっていう本ですね。はい、続いてが、これもね、結構昔ですよね。乃木坂46物語ですね。はい、多分今だれの時だと思いますね、この選抜メンバー的に。めっちゃなんかみんなまだ幼くて可愛いですね。やっぱこの頃最強じゃないですか。最強ですね。はい、続いてちょっと本じゃないんですけど、乃木坂の大体全部展の、なんか、なんて言うんでしょう。なんだっけな、これ。図鑑だ。図鑑的なやつがあります。こんな感じで以上になります。なんかこれを、こういう雑誌とか本は基本的に私の部屋にあるのと妹の部屋にあるもの分かれてて、なんか私が知らないやつもちょっとありますね。で、続いてじゃあファッション雑誌紹介します。全然ないんですけど、はい、まずポップティーンですね。こちらは川越ひなちゃんがね、専属モデルをやってたと思うんですけど、川越ひなちゃんの最終回のポップティーンになります。はい、続いてが多分全部ののですね。はい、多分こっちもなーちゃんですね。なーちゃんが表紙のものだけ買ってたと思いますね。よいしょ。あとあれだな、この特典が多分全部なーちゃん関連ですね。はい、こんな感じになります。雑誌ね、ほんと買わないんですよね。よいしょ。ですね、乃木坂の1番と2番になります。まあ、これはね、持ってる方多いと思うんですけど、はい、こんな感じになります。はい、で、続いてが N46 モードですね。なんかこれ多分第1弾なんですけど、なぜか2冊ありました。なんでだろう。はい、で、続いてこちらですね。これは第2弾の方のものになります。よいしょ。めっちゃ可愛いですよね。こういう色味が好きですね。はい、続いてちょっと分類が難しかったものをやります。はい、こちらですね。乃木坂46セレクション4ピアノということで、ピアノです。なんかピアノ私習ってたの
ので、なんか弾けるようになりたいなと思ったんですけど、全然弾けなくて、さよならの意味しか弾けないんですよ。だから全然これ活用できてないんですけど、ちょっとね、ここにライブ映像の写真があったりして可愛いんですよね。はい、こんな感じです。はい、で続いて、どうしようかな。続いてはなんか、なんて言うんだろう、ドラマとか映画関係ですね。もう2冊なんですけど、まず初森ベマーズの写真集ですね。ざーっとめくるとこんな感じで、これ結構良くて気に入ってますね。で続いて朝日などのパンフレットかな、これは。はい、これもこんな感じで、朝日などのめっちゃ良かったですね。多分私2回は見ました。 2,3 回見たかな。はい、こんな感じです。じゃあ続いて、角川をご紹介します。じゃんということで、これね、集めてたんですよね。この1,2,3,4ってあって、これが1,2,2、ちょっと見づらいかな、よいしょ、3,4ってことで、これでほとんど多分全ページなのか、乃木坂なので、めちゃおすすめですね。で裏はこれが3,1、これはひなちまとあやねちゃん、これはサイリング軍団ですね。で、こっちはキーちゃんとランジで、多分ランジがね、結構なんかいる気がしますね。はい、こんな感じです。これサイズ感も可愛くていいですよね。よいしょ。はい、で続いてはプレイボーイですね。順番が2016年、2017年、2019年です。2018年がないですね。なんか、はい、こんな感じで。はい、あ、2番目は嵐ということで。はい、めっちゃいい感じですね。はい、こんな感じです。続いて、なんか BLT とか、あとなんだろう、アップトゥーボーイとか、なんかそういう雑誌系を紹介します。めっちゃ重い。います。ちょっとね、見えてると思うんですけど。はい、まずヤングジャンプのひなのとなおちゃんのツーショットですね。これはちょっとね、ここの数ページメインなんですけど、漫画は読んでないですね。次がでもすっごいおすすめの、まあ、もう売られてないんですけど、すっごい気に入るやつがあって、これですね、リズリサです。これめっちゃ高いんですよ。こんなに薄いのに1680円もするんですよ。まあね、カバンついてるんですけど、このもう見てください、この天使感あふれるランジェとミリアなんですけど、もうめっちゃ可愛くて、これがもう中身ももう神ってるんですよね。もうザ女子みたいな雑誌ですね。はい、続いてこれももう最近紹介したばっかのグランデーション、中学卒業のひなのがソロのものですね。はい、これもあります。よいしょ。でどうしようかな、ちょっと履けます。はい、続いては日経エンターテインメントですね。よいしょ、ちょっと履け、まあ、2冊だけなんですけど、ありますね。これとかも懐かしいですね。多分これも今だれな気がします。懐かしく、一人一人のメンバーがふわーってあるのがすごくいいですね。はい、でこちらもこれもありますね、この全メンバー。はい、こんな感じです。ですね、アスカちゃんが表紙で、はい、よいしょ、見づらいか、ここにね、真夏とランジェのミニグラビアミニ写真集があるので、多分買ったと思うんですよね。はい、裏はミサです。はい、で続いてが UTB のナーチャー表紙のものですね。これミミもいてランジェもいるので、多分買ったのかなって思いますね。あ、そこのポスター家にありますね。フラッシュスペシャルのイクちゃんが表紙のものですね。これはなんで買ったんだろう、なんでだろう、あ、多分ここにサユリンゴ軍団があるので多分買ったのかなって思います。はい、じゃあ開けようかな。はい、続いてこれは月刊エンタメですね。これもまたイクちゃん表紙で、かりんちゃんとランジの2期生の今があって、真夏もあるので買ったのかな。なんかこの辺の雑誌全部妹なんですよね。だからちょっと曖昧でごめんなさい。は
はい、続いて EX 大賞ですね。マリカが表紙で、これは何だろう。あ、ここにミリアとアヤネがいて、ドナちゃんもいますね。こんな感じです、はい、で続いて、はい、プラチナフラッシュですね。これも割と最近の2期生9人がこう表紙にいるやつですね。裏はミクちゃんとメミですね。かわいいこれはい、で続いて、はい、ブロディですね。ドナちゃんが表紙のやつですね。あ、すごい、真夏と川子もいる。これ知らない、私。ちょっと後で自分で見ようと思います。はい、で続いてはブブカですね。ブブカはこの2冊があります。これはね、私のなのでちゃんとわかるんですけど、これは女子校カルテットの最終グラビアになりますね。この4人が揃ってるやつになります。これはめっちゃ良きですね。はい、でこれはアスカちゃんが表紙なんですけど、川子のラストグラビアだったので買いました。はい、こんな感じです。裏は関係ないですね。はい、雑誌系ラスト BLT ですね。はい、まずひなのが表紙のものと、はい、ミオナランゼミリアが表紙のものですね。これもめっちゃ良きですね。かわいい。あ、表紙は違うか。表紙はん、表紙はごめんなさい、このマイアンカズミレイカかもしれない。多分勝手にこうリメイクしたのかな。はい、BLT になります。これもめっちゃ気に入ってますね。はい、こんな感じです。はい、ではラストから写真集関係紹介します。はい、紹介していきます。はい、まず、まあ、ちょっと写真集とは違うんですけど、川越ひなちゃん。これもね、最近紹介したインタビューフォトブックですね。ですね、小林由依ちゃんの感情の構図の写真集で、はい、日向坂の立ち漕ぎですね。これはなんか多分限定の表紙のものですね。はい、こんな感じです。よで、多分あと全部真ん中ですね。はい、マチュの意外っていうか前から可愛いと思っていた、はい、で、マイチュンの花ん、どこにいるの。これはあのイベントでもらいましたね。嬉しかったです。よいしょ。で、続いて、はい、真夏の写真集ですね。これそう、あの真夏の気圧配置なんですけど、まだセカンド写真集を買いに行けてなくて、コロナだから全然行けなくて、私が欲しい特典があるんですけど、まだ買いに行けてないのでね、買ったらまた紹介したいと思います。はい、真夏の気圧配置、はい、マイアンのパスポートですね。このバカ売りしてるやつです。はい、で続いてみさみさんの話を聞こうか。はい、続いて乃木坂の全体のセカンド写真集の1時間遅れの I love you ですね。はい、よいしょ。写真集はあんまり買わないですね。もう本当に欲しいなって思ったやつしか買わないです。で、ラストなーちゃんですね。これはフォトブックなんですけど、はい、私のこと、ラストなのかな、普段着ですね。はい、でラストが風を着替えてになります。はい、こんな感じですかね。はい、長くなってしまったんですけど、最後まで見てくださりありがとうございます。はい、ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。